皆さんこんにちは。イービルメタルチャンネルへようこそ。今回の動画は、完全復帰を果たしたオジー・オズボーンが、ランディ・ローズの教え子とされるギタリストを迎え入れ、ヘビメタルシーンの頂点へと君臨するオジー・オズボーンを紹介、解説していきます。このチャンネルでは、ハードロック、ヘビメタルのバンド、人物、アルバムなどを紹介しています。ロックとメタルが好きな方は、ぜひ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、メタルの歴史を振り返っていきましょう。1995年、引退を撤回したオジーは、ブラックサバス時代の領友たちを従え、オズモシスをリリース。当時は不評な作品であったそうですが、今となっては、見事な復活劇を果たします。しかし、オジーの相棒であった美獣のギタリスト、ザック・ワイルドが、ソロ活動専念のため、バンドを離れます。また、ザックは、ガンズ&ローゼズのアクセルからの誘いで、セッションを行うなど、ファンの間では、ガンズへの加入の噂が立ちます。ですが、スラッシュとの相性が合わずに結局は離脱してしまうんですけどね。これに対し、オジーの共催であるシャロンは、黙っているわけもなく、オジーとガンズを天秤にかけるような態度が許せなかった、と発言し、オズモシスのレコーディングには参加させたが、オジーの復帰ツアーには参加させなかった、とのことです。シャロンのおっしゃる通りなのですが、それなら、最初から引退詐欺なんてするんじゃないよ。と言いたくなりますよね。ザック・ワイルドが去ったことにより、ツアー活動でのギタリストが急遽必要となり、オジーのドラマーである、ディーン・カストロノボは、ある一人の男に連絡を取ります。そう、その男こそが、ランディ・ローズからギターレッスンを受けたことで知られる、ジョー・ホームズなのです。このチャンスを逃すわけにはいかない、と思ったジョーは、すぐさまロサンゼルスへと向かい、オジーのオーディションを受けることにします。オーディションでは、ランディ・ローズの教え子だったことをオジーには告げず演奏をし、見事オジーのメンバーとして迎え入れられます。当時のことを、オジーはこのように語っており、すごい演奏をするギタリストを見つけた。彼は、ランディ・ローズの弟子だったんだ。本当に奇妙だった。ジョーが、ランディの曲を演奏するとき、ジョーはランディのように演奏するんだ。ランディの指が見えるようだった、と話しています。ランディ・ローズの教え子がメンバーに加入だなんて、本当運命的な巡り合わせとしか言いようがないですよね。性格も、ランディと同じで真面目だったらしく、オジーからすると、ランディが帰ってきた、と思っていたかもしれませんね。そして、1996年、オジーのマネージャーであるシャロンは、オズフェストといった大規模なツアーを立ち上げるのです。当時のオジーは、田舎で数回の公演をやればいい、と、通常のロックフェスティバル規模で考えていたそうです。しかし、シャロンは、2から3年のスパンで開催して、メタルの需要を見せつけてやる、といった意図があったそうで、結果として、初年の公演は、すぐに、数万枚のチケットが売れるなどし、かなりの盛況だったそうです。ヘビメタルは死んだ、と言われ続けた中で、こういったリスクのある興行をするということは、本当にシャロンは、メタルの需要を見せつけてやる、と思っていたのかもしれませんね。しかも、それを大成功させ、有言実行しているわけですから、この件に関してのシャロンだけを言えば、素晴らしい、よくやってくれた。の一言につきます。余談ですが、ヘビメタルは死んだ、をテーマに色々と語れそうなので、チャンネル登録者数が1万人を超えましたら、一つのテーマを題材とし、私の考えを本音でぶつけていく、といった動画なども考えていますので、楽しみにしていてください。他にも、色々とやりたい、企画や作りたい動画はあるのですが、まずは、私自身が、もっとハードロックとヘビメタルの歴史を学ぶことが最優先だと思っているので、お付き合いしていただけると幸いです。視聴者さんがメタルに詳しすぎるので、
私も追いつくのに必死なのです。私の余談はさておき、1997年にはオジー・オズボーンとブラック・サバスの両ヘッドライナーによるツアーも成功させ、またシャロンの功績によりさらにビッグな存在としてメタルシーンに君臨するようになります。オズフェストでの活躍によりオジーの信頼を得たジョー・ホームズはその後も長期にわたるツアーで働きを見せるのですが、自作ダウン・トゥ・アースのレコーディング直前に解雇されてしまいます。オジーによると解雇の理由は楽曲制作が合わなかったからと言っていますが、一番の理由はファンの要望に応えザック・ワイルドを呼び戻すといった理由が濃厚だと思われます。そして2001年、6年ぶりのオリジナルアルバムとなるダウン・トゥ・アースがリリースされます。アルバムの制作自体は1996年頃から行われていたらしく、その時期にちょうど加入したロバート・トゥルージロらと共にアルバム制作の基盤となる曲作りは進められていました。レコーディング直前にジョー・ホームズからザック・ワイルドにギタリストが変わっているのですが、ジョーが作曲に関与した楽曲3曲が収められています。本作の内容はというと、ザックのヘビなリフで聴かせるミドルテンポの曲、初期オジーを彷彿とさせるヘビメタル歌謡バラードなどが収録されています。前作の流れを踏襲するメロディアスかつモダンなオールジャンル対応のロックサウンドといった印象でしょうか。また前作同様、多くの外部ソングライターが関与しているのですが、そういった違和感も感じることもなく、2000年に入ったオジーも相変わらずかっこいいなと思わせてくれる作品だなと思います。第1期復帰後オジーのアルバムオズモシスダウントゥーアースは新たな時代を感じさせてくれる作品となりましたが、21世紀のオジーは今後どのような革命を起こしてくれるのでしょうか。さて次回の動画は、私が大好きなファイアーウィンドのギタリストガス・ジーがオジー・オズボーンへと加入し、圧倒的な存在感、完成度を見せつけるオジー・オズボーン第7章を紹介したいと思います。ガス・ジーと同じくらいジェフ・ルーミスも好きなのですが、そのジェフ・ルーミスを押し切っての参加なので期待は大ですよね。それでは皆さん、良いメタルライフを。